はいどうも皆さんこんにちは、ピョキングです。それじゃあアンダーテールパート2やっていきましょう。確か前回トリエルの家の前だったっけな。そう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 、トリエルいい匂いでしょ。そう、全然僕は匂わないんだけど、このリアルの世界まで全然匂ってこないんだけど、バタースコッチシナモンパイを焼いたの。待って待って、バタースコッチとシナモンパイってどういうの？全然わかんない。あなたが来てくれたお祝いにね、ここで楽しく暮らしてもらいたくて、だから今夜はカタツムリパイは我慢するわ。カタツムリパイってやばくない？あのカタツムリでしょ、あれ食べるの？さあ入って入って、他にも見せたいものがあるの。立派な家だな。右か、ここが手引いてる、かわいい。あなたのお部屋を気に入ってもらえるといいけれど。めっちゃ頭撫でられてるめっちゃガキ扱いされてんだけど。この主人公って設定は何歳なのかな。9歳ぐらい、なんか見た目的に9歳ぐらいっぽくない？目ないけど、目横棒だけど。よし、それじゃあ部屋に入っておくか。めっちゃ子供っぽいな。とりあえず部屋散策してみる。空っぽの写真立てだ。かなり埃かぶっている。箱の中にいろんなサイズの靴がたくさん入っている。お電気消した、音楽変わった。そしてつけたらまた変わるで消すめっちゃお休み的な音楽なんだけど。寝てみる。寝れようか。で寝て、あ、なんだこれ。バタースコッチシナモンパイが一切れ。お、手に入れたぞ。とりあえず電気つけて、トリエル置いてくれたのかな。これ右は、これトリエルの部屋かな。あ、トリエルの小さな椅子だ。チェアリエルという名前らしい。めっちゃおしゃれな名前の椅子だな。トリエルの日記だ。丸がついているところを読みますか。はい。スケルトンはどうして友達が欲しかった。寂しさが骨身に染みたからめっちゃダジャレじゃん。面白い、トリエル。トリエルめっちゃ面白いな。地下に生息する植物の図鑑だ。真ん中あたりのページを開いてみた。ガマ、水辺に燻製する四植物、円柱型の茶色い穂をつける。その形状からウォーターソーセージという愛称でも知られる。中を覗いてみた。変態、トリエルの靴下が入ってる。待って待って、トリエルって女性？まあ女性っぽいよね、どっちかって言ったら。トリエルは男じゃないよね。お、なんか張り紙あるぞ。改装中、そんな店みたいな自宅だろ。これはウォーターソーセージ。これか、ウォーターソーセージ。ただのなんか猫じゃらしみたいな感じだよねこれ。でもどこがウォーターソーセージなんだろう。自分だ自分だ、面白い。自分だとか言って、俺も今度鏡の前で自分だって言ってみるか。さて、トリエルの場所に向かってみよう。お、トリエル本読んでる。あら、もう起きたの。新しい家族ができてとても嬉しいわ。あなたに読ませてあげたい古い本がたくさんあると。とっておきの虫取りスポットにも連れてってあげましょう。それからお勉強を私が見てあげます。意外かもしれないけど、実は学校の先生になるのが夢だったのよ。そんなに意外でもなかったかしら。まあ確かに頭は良さそうだけど、そのとにかくの顔、そのとにかくの顔やめてほしいな。モンスターぶっ倒した時の顔と一緒じゃん。あなたとここで暮らせてとても嬉しいわ。ん？何かご用かしら。どうしたの？いつ家に帰れるか。ちょっとそっちを選んでみよう。え、何を言っているの。今日からここがあなたのお家よ。それより今読んでるこの本のお話をしましょうか。カタツムリ72の使い道いやいやいや、聞きたくはないけど聞いてみる。豆知識よ一つ。カタツムリはね、喋るのよ。とってもゆっくり喋るのよ。なんて嘘でした面白いでしょう。遺跡から出たいにするか。私はちょっと用事があるからここで待っていなさい。はや、トリエル上に行ってみるか。ここがキッチンかな。排水口には白い動物の毛。トリエルだろきっと。
まりにも大きなパイなので恐ろしくて食べる気にはならない。コンロは汚れていない。トリエルは魔法で料理をしているのだろう。で、冷蔵庫は？なぜか有名なメーカーのチョコレート。絶対明治でしょ。明治っぽくない？ロッテか明治でしょ。地下に行ってみろよ。じゃあさて、階段を降りて地下に行ってみよう。え、なんか急に変わったんだけど、なんか青鬼が出てきそうな雰囲気に変わったと思ったらトリエルいるで。お家に帰る方法を知りたいのね。この先に遺跡の出口があります。その向こうは地底の世界。一度出たらもう中へ戻れません。これから私はその出口を壊します。もう二度と誰にもここからいなくならないように。いい子だからお部屋に戻っていなさい。ちょっと待って、ちょっと待って、出口壊さないでトリエル。そんな残酷なことしないで。ここに落ちた人間は皆同じ運命をたどる。私はこの目で何度も見てきました。ここへ来て、ここへ出て行って、そして死んでしまう。あなたは何も知らないの。この遺跡から出ればあなたは彼らに、アズゴアか、赤い字で書かれてるね、アズゴアに殺されてしまう。これはあなたを守るため、分かってちょうだい。お部屋に戻るのよ。待ってトリエル、俺はそれでもね遺跡から出たいんだ。止めても無駄よ。これが最後の警告です。待ってトリエル、俺は遺跡から出たいんだ。どうしても出ていくというのね。そう、あなたも他の人間たちと同じなら残る手段は一つしかない。私を納得させてごらんなさい。あなたの強さを証明するのよ。え、マジでトリエルと戦うの？マジかよ。トリエルに行く手を塞がれた。行動トリエル、分析してみる。アタック80、ディフェンス80、これめちゃくちゃ強くね。ちょっと待って待って、強い、ちょっと待って、意外とうまい、意外とうまくね。よしよしよし、魔法攻撃を準備してる。待ってくれトリエル、話しようぜ。話せばわかる。適当な話題を思いつかない。あーちょっと待ってくれ、これは強い。あーちょっと待って、あ、ここにいればいい。よし、あ、意外と4しか食らわない。もういい、トリエルごめんな、攻撃するぜ。よし、わ、強っ。待って、めっちゃ強いんだけど。よし、ここにいればいい。よし、オッケーオッケーオッケー、いいね。そして、よし、オッケー。これ地道に、わ、ちょっと待って、ちょっと待って。よし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 、態度がよそよそしい。これトリエルの攻撃めっちゃ強いんだけど、またなんか来るんだろう。あ、これか、これは結構得意だぞ俺、避けるの。よし、魔法攻撃を準備してる。これ本当にトリエルのヒットポイントゼロにしなくちゃいけないのかな。あ、これは難しいな、これ避けるの。よし、オッケー。多分バタースコッチかなんかを食べればヒットポイント回復するんだろうけど、まだ使わないでいいでしょう。よし、これもオッケー、これも避けよう。よし、なかなか避けれるね。オッケー、ど真ん中で、この辺か。オッケー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 、戦う。よし、トリエル倒していいのかな。あー、これは危ない。よし、オッケー、行動ダメだ。多分分析も話すも多分意味ない。戦おう、トリエルを攻撃しよう。あんまりしたくないけど。よし、オッケー。これは、あ、待って、食らった。オッケー、やばい、これやられるか先に。あー、ちょっと待って、これは、よし、オッケー。うおー、え、347も食らったんだけど。え、待って、トリエル死なないよね。あなたは思ったより強いのね。いいこと、この扉を抜けたらそのままずっと歩いていきなさい。やがて出口が見えてくるはずよ。くれぐれもアズゴアに魂を奪われないで、彼の思い通りにさせてはなりません。いい子でいるのよ、お願いね。ちょっと待って、トリエル、嘘、え、トリエルが消えたんだけど。あ、マジかよ、トリエルー。
え？トリエルいなくなったんだけど。マジで？とりあえず先に進むか。助けられたのに、助けられたのに殺してしまう主人公ピオキング、見逃すとかできたのかな。めっちゃ寂しくなるな、トリエル。あ、え、こいつか、ズゴワって。ふふ、自分のしたことに満足かい。ムカつくな、こいつ。ま、不満だとしても運命を変えることなんてできないけどね。この世界では殺すか殺されるか。あのおばさんはそれを変えられると思ったみたいだけど、君たち人間をあんなに必死に助けようとしてさ、めっちゃいい人だったんだけど。それで結局、まあなんかもうこの顔嫌いだな。自分が死んじゃうんだから救いのないバカだよ。殺してしまえピオキング、そいつを。あ、隠れやがったな。え、待って待って、トリエルを殺さない方法ってあったの？まあ、ここでアンダーテールか。 by トビーフォックス。ここまでがオープニング？もしかしてこっからが本編みたいな感じになるのかな。来た、なんかわかんないけど来た。とりあえず俺はこのアンダーテールで原曲のメガロバニアを聞きたい。俺はこのアンダーテールでマジで原曲のメガロバニアを聞きたい。なんか今週ってか最近なんかホラーばっか出してるけど、え、待って、なんか後ろおったくね。え、これホラーなん？ホラーじゃないよねこのゲームって。先長えな。とりあえず渡ろうとしたら後ろになんかいるね。なんだあいつは。後ろ振り向けないんだけど。おい人間、初めて会うのに挨拶もなしか。こっちを向いて握手しろ。どんなやつなんだ。真っ黒なんだけど。あ、骸骨。この子サンズだったっけ確か。はは、引っかかったな。手にブーブクッションを仕掛けといたんだ。お約束のギャグだよ。それはそうと、あんた人間だろ。はは、ウケるな。ウケるか。やっぱサンズだ。はじめましてサンズ、スーパーマリオメーカー2で遊ばさせてもらってます。いつもあなたの曲っていうのかな、いい曲なんですよ。めっちゃサンズさん、人間が来ないかここで見張ってろって言われてんだ。つってもオイラ的には人間捕まえるとかどうでもいいけどな。でも弟のパピルスは筋金入りの人間ハンター。噂をすればパピルスが来たっぽい。そうだ、とりあえずこのゲートをっぽいのをくぐれよ。普通に通れるだろ、パピルスが作ったんだけどさ、意味ないよな。これでいいの？そのちょうどいい形のランプに隠れてくれ。これ隠れれるの？めっちゃちょうどよくね？そんなあたかもね、前もって準備されたようなそんな形あるよ。ではうまい、パピルス欲しそう。パズルを調整しておくように8日前に言いつけたのに、未だに何もせず勝手に持ち場離れてフラフラと。こんなところで何をしているの？そこのランプを見てる。いいランプだろ、お前も見ろよ。そんな暇はない。人間がここ通ったらどうする。人間の襲来に備えるのだ。そして必ずこのパピルス様が人間を捕まえてやる。そうすればこの偉大なるパピルス様の望みは全て叶う。人気者になって尊敬されて、ついに憧れのロイヤルガードになって。ロイヤルガードってなんだろう。そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして、毎日ラブラブ光線浴びまくる。なんだそれ。そしたらこのランプに相談してみるのがいいかもな。え、サンズって助けてくれてんの？どっちなんだろう。この腐れスケルトンって、お前もスケルトンじゃん。毎日何もせず骨くそ骨くそほじってって何。そんなだと偉い人になれないんだぞ。いやいや、こう見えてもトントン拍子に出世してるスケルトンなだけに。いや、面白いねえな
全然おいしいねんな。うん、サムで合ってる、そこはタピルス、お前が合ってる。またまた顔が笑ってるぜ。知ってる、悔しいけど、なぜ俺様ほどの偉大なスケルトが人気者になるのにこんな苦労しないといけないのだろうか。パピルス、たまには肩の力を抜けよ。それが本当の骨休め。いやあ、サンズってこんな子だったろ。意外だな。もうちょっとなんかこうダジャレっぽいとかそんなん言うんじゃなくて、オラオラ系の人だと思ってたけど、アンダーテイルをして初めてわかるね、そういうのが。サンズを見れてほんと嬉しい。今回骨の髄まで怠け者だな。にゃははははうん、あいつも面白いねえな、この兄弟はって。よし、もう出てきていいぜ。早く行かないとパピルスが戻ってくるぜ。そしたらオイラのキレッキレのダジャレが再び炸裂するぜ。面白いなかったら。なんだこれ、警備員の詰め所、どこでセーブできるんだ。あ、ちょっと一つ頼んでもいいか。ここ最近パピルスはずっと落ち込んでる。アイスの指は人間に会うことだから、あんた会ってやってくれよ。大丈夫、パピルスはそんなに危険なやつじゃない。頑張って強そうなふりをしてるだけだから、一つよろしく頼むぜ。オイラはこの先で待ってる。え、じゃあさっき会えばよかったじゃん。あ、セーブできる、オッケー。あのランプの形をのちょうどよさを思い出すと決意がみなぎった。どんな決意だよ。もうちょっとやるか。ここで一旦終わってもよかったんだけど、もうちょっとやるか。そしてじゃあ宝箱を、異次元ボックスを使う。はい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 、この異次元ボックスって倉庫的な感じか。ドラクエで言えば袋みたいな、ドラクエで言えば袋的な感じと思ったら、強そうな敵が現れたな。お笑い蝶がパタパタ飛んできた。とりあえず攻撃しよう。おお、氷のネタってのはよう滑り番ね。こいつも面白くねえな。よし、あ、ちょっと待って、なかなか強いな。よし、でもう一回攻撃する。よし、 OK、 22、めっちゃもらえたわ。待って、アイテムでさっきなんか手袋とかあったよね。トリエルの電話、電話してみよう。やっぱり誰も出ないか。この丈夫な手袋ってなんだろう。これ使ってみるか。スタッド、アタック10とディフェンス1でしょう。多分丈夫な手袋でディフェンスが上がると思うんだよね。0になった。あ、でも、あ、いや、アタックが5になったのか。おもちゃのナイフ、どっちがいいんだろう。あ、丈夫な手袋の方がいいわ。で、これで5になるか。 OK、 いいね。で、この異次元ボックスに棒切れとおもちゃのナイフを入れるか。 OK、 それじゃあ先に進んでいこう。待って、いる。さっき左行ったよね、サンズ。なんで右にいるの。あー、いたいた、見た見た。いいね、いいね、いいね。憧れの人間様だぞ。なんだっけ、パピエルだったっけ、兄ちゃん。あれって、ひょっとして人間。そうだぜ、子供、まだ子供だけどな。いや、あれは岩なんだ、見ろよ、岩の前になんか立ってるぜ。あれって人間。うん、信じらんない、兄ちゃん、俺様はついにやったぞ。アンダイン様に褒められる。これで俺様は人気者、人気者、友達いっぱい。おい人間、ここは通さんぞ。偉大なるパピルス様が阻止してやる。貴様を捕らえて都に連れて行って、そしてそして、あとは知らないけど、とにかく貴様覚悟しろ。え、どっか行ったんだけど。待って、これ右行っての前に上行ってみよっか。あ、釣り竿がある。なんだこれ、巻いてみよっか。変な顔したモンスターの写真。電話ください、これが僕の番号です。待って、電話しようぜ。もう一回してみよう。ダメか、電話ダメか。一回電話してみる。ダメだ、意味ないのか。じゃあとりあえず右に行こうか。先に進もう。さて、次なんだろう。これ大きな箱、段ボールにナレーション。貴
様は思った。これは立派な見張り小屋だと。貴様は思う。一体誰が作ったのか。きっとあの有名なロイヤルガードの男に違いない。まだ有名なロイヤルガードにはなっていない。あれパピオン、パピオンじゃねえや、パピルスが作ったんだろうね、きっと。凶暴。俺は丈夫な手袋で。え、待って待って、 A ボタンって書いてた。なんだ、あ、新しい、なんか新しいぞこれ。あ、ちょっと危な、 A ボタン押してもう一回 A ボタンさ、あ、 A ボタン連打しろってことこれ。手袋の攻撃のやり方がまだちょっとよくわかんないんだけど、連打してみるか。あー、そういうことね。あー、面白い。 A 連打か。これは動くな、絶対動こう、動きまくろう。なんかいる、ちょっと待って待って、あー、ちょっと待って、危ない。あー、戦うんだ、めっちゃ強そう。ランボーくれー、よし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 、1ミリたりとも動くな。ちょっと待って待って、あー、おい、これ動くの、動くのって、これは見逃す、見逃さねえよ。俺を攻撃したからには倒してやるぜ。よし、チンチンチン。よし、なんもないか。骨っこ邪気を決めた後、さっきの犬だな。お、サンズいるね。よ、一つ大事なことを教えとくぜ。パピルスはスペシャル攻撃を使ってくる。青い攻撃が来た時は動かなければダメージを受けない。覚えやすいように説明する。信号が赤になったらみんな止まるだろう。信号は赤が止まれだけど青が止まれだとも思え。 OK、 バトル中は青が止まれか。じゃあさっきの攻撃止まってたらよかったんだ。待って、これ看板読みたいんだけど。北氷、南氷、西氷、東。じゃあ上に行ってみようか。東が町でしょ、東以外に行ってみよう。 この犬も強そうだな。あ、かわいい、この攻撃かわいいな。よし、これで倒したかな。レベルアップがいっぱいしたいよね。これはなんだろう。雪だるまです。僕の夢は世界旅行でも、あいにく僕はここから動けません。旅人さん、もしよかったら一つお願いしてもいいですか。僕の体から雪を取って遠くへ運んでほしいんです。 OK、雪だるまのかけらか。どこにやればいいんだろう、それを。雪だるまのかけらを。サンズまたいるわ。一晩中昼寝をしていたし、それは昼寝じゃなくて普通に寝てただけ。またそうやって言い訳ばっかり。我が兄と共にパズルを仕掛けてやった。このパズルはなかなかショッキングだ。何しろその名も透明ビリビリ迷路。この迷路の壁に触れると、このオーブから強力な電撃が発生する。マジか。っていうことは、え、どうすればいいんだろう。多分あの四角い枠の中に透明なビリビリがあるってことかな。え？そのオーブ、人間が持たないと意味ないんじゃないの。いや、そうだよね、普通そうだよね。で、これを持てっていうので、はい、じゃあこれ持って、はい、じゃあ始めて、ここなぞればいいだけだよね。こうだよね、はい。何しろ我が兄サンジと作品だからな。貴様は間違いなく途方に暮れる。俺なら間違いなく途方に暮れる。頭悪いのかな、あいつ。そうなの？てかサンズめっちゃいいやつじゃない。なんか顔すっごい悪なんだけど、めっちゃいいやつなんだけど。そうそう、パピルスが着てるコスチュームだけど、2週間前のコスプレパーティー用に作ったんだ。それ以来ずっとあれしかなくてさ、本人曰く戦闘用ボディらしい。ほんとパピルスっていけるよな。なんだこれは、誰だ。おかしいな、なんで全然売れないから。冷たアイスを食べるにはうってつけの気候なのに。お、お客さんだ。
ナイスクリームお一ついかが、舌にひんやり心はほっこり、美味しいフローズンスイーツ買ってみる、買ってみよっか。素敵な一日を。ナイスクリームを手に入れた。オッケー。なんかめっちゃ貢献した感じがするわ。めっちゃ笑顔だもんね、あの人。よし、じゃあ次行こう。え、なにこれ、めっちゃ蹴ってる雪だるま。よしよしよし、行け。上にサンズがいたけど先にこれをどうかしたい、俺は。なにこれ、下にやればいいのかな。オッケー、で左で下、オッケー、で、この中入れればいいのかな。入れてみよう。ちょ待って待って待って、あーこれちょっとやばい、あーちっちゃくなってる、早く。オッケー。で紫、 G を奪われても筆を走らせボールに収集を打つ、2ゴールドだったの。もう一回入れてみる。でもよく見ると雪の12面体、なんだこれ。まあいいや、サンズに話しかけよう。オイラもおやつビジネス始めてみたよ。フライドスズの5ゴールドポッキリ、サンズの出汁買っておくか。マジでちょっと待って、50はきついな。それでもまだ安すぎだ。50ゴールド買ってみるよ、じゃあ。本当に、よし、5万ゴールド、これで買ってみるか。気にすんなって、オイラだってフライドスノーなんか持ってないし。なんだこいつは、なんだろうこれ。匂いの危険レベル、雪の匂い、雪だるま危険レベル白、時々黄色になることも。怪しくない匂い、子犬危険レベル青、地面を転げ回る匂い、変な匂い人間危険レベル緑、絶対に始末する。ダーリン、ハニー、なんだこれ。あとは下に行けたから下に行ってみようか。右、オッケー。そして、お、また来たな。覚悟はできてるだろうな。兄ちゃん、パズルはどこ？そこにあるだろ、地面に。大丈夫、こいつを突破できるやつはいないぜ。これなんだろう、モンスターキッズ文字探し、秋、モンスター、葉巻。え、なんだこれは、わかんねえんだけど。素通りされちゃったよ。あれ、やっぱり今日の新聞のクロスワードの方が良かったかな。なに、クロスワード、気づかない失言だ。俺様に言わせれば、僕様チャレンジのパズルより難しいものはない。え、お前本気で言ってんのか。あんなの赤ん坊用だ。おい人間、貴様はどう思う。クロスワードにするか。二人ともどうかしてる。クロスワードなんて楽勝だ。答えは毎回同じ、全部の四角に Z と書いておけばいい。なんで、だってクロスワードのマスを見ると居眠りしちゃうからな。なんなんだあいつは、サンズ。まあパピルスの頭は普通じゃないから。昨日なんてあいつ星占いを解こうとしたんだぜ。で先に進むとパピルスの書き置き、おい人間、このスパゲティを食べやがれください。貴様は知らないだろうが、これは罠だ。まんまと引っかかったな。食べるのに夢中になって先へ進めなくなるぞ。またしても偉大なるパピルス様のドッキリにはまったな。食べてみる、凍ったスパゲティ、テーブルから取れない、コンセントの抜けた電子レンジ、食べれないんだ。じゃダメじゃん。この上の穴は難問できない。しょうがない、セーブしよう。いつかネズミはスパゲティを温める方法を見つけるのかもしれない。そう思ったら決意がみなぎった。セーブ。はい、それじゃあね、パート2はこの辺にして終わりたいと思います。いや今回ね、サンズが結構出てきて、うん、初めてサンズをね見たんだけど、なかなか面白い骸骨だよね。スーパーマリオメーカー2でメガロバニアコースを結構やってて、なんかかっこいいなって思ってたんだけど、サンズってこんな人なのかって思って、うん、なんか愉快な人だよね。まあまあこの先ね、もっとサンズを知れるだろうから、それを楽しみにして今日はこの辺で終わります。それじゃあね。